こんにちは。今日はこちらの、セリアで購入してきた刺繍糸、こんな色があるの初めて見て、めっちゃ可愛いなと思って。なんか前はねパックで、12色入りみたいな、でも1色が結構入ってたんですよね。これはね1色が1メートルだけですね。結構高級な感じなのかな。1メートルが12色入ってます。でクラシックカラーですね。でこういうの綿 100% ですね。これを2つ買ってきたので、また前と同じように順番に入れていって、終わったら順番に入れていってみたいな感じで。でも12色あるからね、ちょっと探していかないといけないんですけど、ちょっと並びもねちょっと難しいかもしれないですけど、刺繍糸はそういう風に使いますね私は。でちょっと開けていきます。でちょっと開けてきましたね。したら、何色からでもいいんですけど、前みたいに並んでないから、順番どうしようかっていうとこなんですけど、こうやってまとまってみた時にも、どの横に来ても全然おかしくないかなって。この水色がねちょっと目立つかなっていうところで、順番はどれでもいけるかなって思うので、大体で入れていって、で2つ目は、その通りに1回目に入れていった通りの順番で編んでいこうかなっていうところですね。ではずっとやっていこうかなと思います。こんな感じで入ってるんですね。どれでもいいんですけど、この色からいきましょうか。これでスーッと全部引き抜いてから、本当に 1m だからすぐですね。すぐ色は変わっていくんだと思うんですけど、5号でやっていこうかなと思いますね。5号はちょっと大きいかな。だいぶ細いんで、で鎖編みでざーっとね往復編みをして、で両端を留めてボタンを留めるようにしたいので、ボタンもちょっと用意しておきますね。まだまだなんですけど、でもだいたいねその横幅に対してのそのボタンの大きさもちょっといろいろあると思うので、先にボタン決めてる方がいいですね。そんなに大きいものはできないと思うので、これ、ダイソーの、そうしようかな。こういうの着ても面白いですよね。これにしようかな。これで、だから横幅がだいたいイメージを今つけると、そうですね。7センチぐらいにしようかなと。8センチでもいいですね。8センチぐらいにしていこうかなと思いますね。では、これ。8センチぐらいのところまで鎖編みをしていきます。で、こういう風にしていつも通り始めますね。ここはグッとして、で、ここから1,2,3 っていう感じで数えて、また何目しましたっていう感じで始めていこうかなと思います。こんな感じで鎖編みを20してきました。やっぱりね、この時点で7センチぐらいにしましたね。8センチちょっと違うんですけど、あんまりできないと思うんですよね。20鎖編みして、ここから立ち上がり1つで、裏向けてる状態で、この立ち上がりのところではなくて、その次ここから1つずつ細編みを入れていきます。今回もめっちゃ簡単にやっていきます。簡単にやってね、めちゃくちゃ可愛いからね、これはやめれないですね。で最初の細編みの頭に針を入れて、で1つずつこう進めていきます。ずっと今回は20鎖編みしてきてるので、20細編みを最後までやっていきます。こんな感じで、1本目もうすでになくなりました。もうすぐですね。だからすぐこの糸を足して足してやっていくので、糸を変える練習にはなるかなと思いますね。でここで入れようかなと思います。こっちを裏にしていきます。どっちでもいいんですけど、1回決めたらもうずっとそっちって感じですね。残ってるからね、ちょっともったいないからもうちょっとしましょうか。細編みして、で裏山また通って、これぐらいできると思うんですね。これで裏に当てて、同じぐらい、このね、これがもうもったいない感じするんですけどね。だから極力ね短くして、これ以上短くしたらちょっとね多少不安かなと思うので、これが限界かなって思います。で、また針入れて、
で、まあ一緒に巻き込んでいこうかなと思いますね。通して細編み、ちょっとね茶色が暗かったから一番明るいブルーをすぐ持ってきたりしました。こうやって一回一回選ぶのも楽しいですね。でここは一番最後です。ここに針を入れて、ここに入れて、これもかけて、で細編みなんですけど、細編みしてまた3本巻き込みたいんですよね、これ。だから結構ね、そのすぐこう糸が出てくるから、まあ、糸始末が大変なことになると思うんですけど、でも極力巻き込めるところは巻き込んでいってっていう感じにしようかなと思いますね。で一番最後のところにもマーカーすると間違いないかなと思います。マーカーして立ち上がって裏返しにして、そしたらこのマーカーが入っているところからなの で手前を裏にしているので、こうやってポイってして、で3本はねちょっと多いかなって思うんで、一番長いのは巻き込みたいなって思って、まあ2本ぐらい巻き込もうかなと思いますね。最低でも2本は巻き込めるかなっていう、極力巻き込みたいなって。で細編みですよね。細編みして、まあ、ずっと細編みなので、まあ、本当にねこういういろんな色が入るのって細編みで十分可愛いんで、細編みをしていきますね。で次のとこ針入れて、この2本を巻き込んで、裏って決めた方に巻き込んでいきますね。当てて、これでずっと細編みしていきます。当てた状態で針を入れて細編み、これでスーッとまたここまでやっていきます。最後の方まで来て、ここは一番最後ですね。マーカーが入っているところ、ここに細編み入れて、細編み入れたらまたマーカーしておくとすぐわかるので、まあ面倒なんですけどマーカー入れますね。で立ち上がり一つします。そしたらまた裏返して、このマーカーが入っているところからだなっていうので、ここに針を刺してまた細編みで、細編みしたらまた細編みの頭にまたマーカーしときます。そしたらまた帰ってきた時にここっていうのが裏から見てわかるので、それでまたずっとねこう細編みをしていくだけです。往復編みにするとねズドーンとまっすぐ上がっていけるので、でやっぱりこうやってねマーカーしておくことでまっすぐ目を落としたりとかするんですよね。今でも私したりとかするので、マーカーをしておくといいかなと思います。こういう風にして、でまた糸がなくなったらさっきみたいにつなげて、こうやってまたなくなってきましたね。もうすぐなくなるんですね。まあ面白いような、面倒なような、面倒くさ面白いって感じですよね。こうやってね、またこれぐらいのところで止まりますね。まあどこって決まってないですね、私の場合。で次もね、まあ黒っぽい色を入れようかなと思って、まあ大体ね好き適当なんですけど入れているの、まあ黒入れようかなと思いますね。黒でまあこうこっちが糸出てるので、糸が出てる方に糸を合わせて、で2本今までのと今からのと2本押さえてますね。でこう引き抜いて、でまたこういう風にやった時に、まあ、2本まとめてこうやっていってもいいと思います。こうして巻き込んで、ちっちゃすぎてねこう手が震えるんですけど、まあ、頑張ってやっていきますね。やって前のね刺繍糸でやったポーチも可愛かったんで、また上にリンクを貼っておくので、よかったら見てみてください。ではねこうやってずっと糸がなくなったら糸を選んで足して、でまたこうやって巻き込んでスーッと増やしていきます。まあ、どこまでできるかわからないんですけど、またね買い足しに行かないといけないのかもしれないですけど、まあ、スーッとできるところまでやっていこうかなと思います。ではやっていきます。ちなみになんですけど、さっきこっちで3本集中してたから2本巻き込んで、あと1本残ってる1本なんですけど、まあここでね、あと今の状況で、まあ巻き込むものがないので、まあ、一番最後細編みしたところなんですけど、またマーカーここしていくんですけど、ここでね、これを巻き込んでいこうかなと思います。で、
手前にあるので後ろに回して、これとこの今引っ張っているものとで挟みます。で立ち上がり一つで裏返して、またこの紐が糸が出ている方にこう当てて、このマーカーが入っているところから編んでいきます。こういう風にずっとつなげていきますね。ではやっていきます。はい、一つの袋に入ってる刺繍糸全部使ってこれぐらいでした。まあ、結構ちっちゃいですね。糸はねギリギリで全部使ったんですけど、6.5 センチの、6センチ。なんかねボタン、これ用意してたんですけど、ちょっとボタン大きすぎるかなと思って、まあ途中で買えるのはあれなんですけど、まあ、ちょっと変えますね。まあ、これにしようかなと思って、ちょっとちっちゃめの、これはセリアで購入しましたね。これが2センチのあれですね、 1.8mm ぐらいですかね。こんな感じです。でまたこの通りにずっとね、この今回一つ目やった順番にまたここからつなげていこうかなと思います。まあ、ギリギリの本当にこれぐらいで巻き込んでいってました。こうやって糸がかけれないので、まあ、こうやって爪で押さえながらやりましたね。全部カツカツでやりました。まあ、最初だけですね、結構ゆとりがあったの。あとはもう全部これぐらいの長さでやってました。それでもこれだけなので、まあ、めちゃくちゃ面白いんですけどね。なんか糸のこの変えるのがすぐ来るので、まあそういうのね、なんか私は楽しいと思うんですけどね。まあこんな感じにセット、まあこの通りにまたやっていきます。こんな感じにセット編んできてました。で黄色の次は紫で、紫茶色ピンクで終わりなんですね、私の場合は。であと3個で、また両端をこう詰めていこうかなと思って、ここを丸くしていきたいなと思うので、まあこの時点であと3色しかないので、ここでマーカーをしていくと、ここですね、一番最後の細編みの頭、ここにマーカーしているので、こう裏返して、立ち上がりして裏返したらここから入れますね。で1つ入れていつも細編みしていくんですけど、これをもう1つ取ります。ちょっとね、また糸を変えなきゃいけないタイミングなんで、ちょっとややこしくしたら申し訳ないんですけどね。でここで引き抜いて、次紫なのでまた後ろに当てて、本当にこんなギリギリでやってましたね。でここで3個かかってるのを一気に引き抜きます。これで2つを1つにしました。で次のところからまた1つずつ入れるんですけど、またここの1つのところでもねマーカーしとくといいかなと思います。マーカーしてまた始めていきますね。でこの段階でもずっとこう引っ張ってますね、止まってないので全然。で次のところでまた細編みをずっとしていくときに、またここで巻き込んで、で後ろが裏なので、こうやって糸が出して後ろにこう当てて巻き込んでいきます。まあ両端だけ2目1つにさっきみたいにやっていくだけなんですけど、またこういう風にやっていって、この最後のところまで来たらまたお伝えしようかなと思います。こんな感じで最後の方までやってきて、今マーカー一番最後のところについてますね。こっちで一番最初につけたところです。でその手前2個、こことここですね、空いてる状態でさっきみたいに1回引っ張って、で一番最後のところに針を入れて引っ張って、あらら、引っ張って3本かかってる状態でこう引き抜きます。これで2つを1つの細編みにしました。これで、まあ、あと3段あと2段ぐらいできたらいいかなっていうところなんですけどね。で一番最後の、まあ、細編みの頭にまたマーカーして、立ち上がり1つで裏返しにして、でこの最初の細編みのところ、ここに針を入れて、その次も細編み入れて3つを1つにします。2つを1つですね、3つを引き抜きます。で次からはまた1つずつ細編みを入れていきます。でまた最後の方に来たら、最後とその1つを2つを1つにします。でまたここマーカー入れていきますね。こんな感じでずっと、まあ何個か、1個目2個目っていう感じで何個
両端で狭めたかっていうのをお伝えして終わりにしようかなと思いますね。ではやっていきます。こんな感じで編んできました。で結局3回狭めました。両方したらちょっとこうなったんですね。でここで一番最後は何もしないで普通に細編みをしていこうかなと思いますね。でここを数えると 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 なんですね。でこのボタンを合わせてみて、ボタンがどれぐらいできるかっていうところなんですけどね、両端の目を見て2個ずつ開けて、でもちょっとちっちゃめにしたいので、3個ずつ細編みして、なので間が4ですかね。このここから入れますね。1,2,3 3個したらこっちも3個合わせたいので、で 10-6 なので4ですね。4 1,2,3 4つ鎖編みして 1,2,3 4個開けます。そしたら次のところ、ここから細編みを入れて、このボタンの穴を決めますね。でも入らなかったらちょっと考えようかなと思うんですけど、いけますね。これで決めようかなと思います。で、1、2。で、ここは一番最後ですね。これで細編みして完成させようかなと思います。で、ここでまたギュッとして、ぴったり終わった。終わりましたね。こんな感じ。でもね、多少1メートル、1本1メートルって書いてあるんですけど、長い短いがあると思うので、同じ号数でやられても、こういう足すところもちょっと長さが変わったりとかして同じ感じではできるかわからないんですけど、私の場合は今回ここまでできましたね。でこうして後ろなので、こっちが後ろに糸始末をして完成させようかなと思いますね。通して表に出ないように、でもう一回ちょっとね、返しみたいなことをして後ろに留めとこうかなと思いますね。こんな感じでパチンとカットして、でこういうところとかはもう全部巻き込んできてるんですけど、軽くね、巻き込んでるところがこう中で緩んでる場合があるので、軽く引っ張って、こう、ね、あまり強く引っ張るとこうギュッと締められてこの幅が狭まったりとかするので、軽く緩みを取る程度に1本ずつ引っ張って、そしたらギリギリでカットしてもいいと思うし、ギリギリでカットしなくてもこの裏で、そうですね、ギリギリカットした方が綺麗かな。ギリギリをカットしていきますね。でちょっと不安な方はここのギリギリカットしたところをちょっと薄くボンドで留めておいてもいいですね。こんな感じで全部これずっと緩みを解消させてカットしていきます。はい、こんな感じで全部カットしてきました。でイメージをこういう風につけてみて、ちょっと蓋を深めにしようかなと思うので、ここで合わせようと思うんですよね。だからマーカーでまたね、ここにこの部分をつけるんだなっていうのがわかるので、こう中表にして今回はつけていこうかなと思いますね。中表にして裏返すとちょっとマッチができる状態になって、このままつけるとかがるとペタンとした状態、それはね好みによるんですけど、そうですね、ペタンとした状態で今回やっていきましょうかね。ちょっとペタンとした状態でやっていきます。で最後の1本だけ残してます。でこれで編んでいってもいいと思うんですけど、ちょっとかかっていこうかなと思いますね今回は。でこういう風に当てて、大体にはなるんですけどね、大体ここ決めてるんですけど、多少ずれてもいいかなっていうぐらいでやっていきます。でこの状態で後ろから持っていって、一番最後からちょっと離れたところ、なんていうのかな、この一段ずつの間ですよね、ここ取って
返しでやろうかなと思いますね。こう帰ります。で帰った時にまた一段下取れたらいいなと思って取って、でまた同じところ通りますね。同じところに通ってグッと、でここはね絡まらないようにこうやって持ってます。で同じところに通って次は進んでいきます。ここのもう一つ向こう上に通って、でこっちも上に一ついきますね。こうやって一つずつ返しで進んでいこうと思います。まあ、最初だけ同じところに2回したんですけど、あとはもうずっと進んでいきますね。一目ずつ。で、この、糸がこう出てるのを手前にして、向こう側に針を刺すように揃えていきます。こういうふうに。グッと。で、ここやったので、その次。で、その次ですね。ああ網目がちっちゃいからね、すごい進むのもちっちゃいんですけど、こういう風に今回はやっていこうかなと思いますね。で、またここの向こう側に針を刺して、こういう風に、ここまでやっていきます。ここまでやってきました。で、今こう帰って、後ろに帰って、で、一番最後のところですね。で、一番最後のところも一番最初と同じように返しでやりたいんですね。で1個向こうにあったところと、ここがこうもう外れるので、外れたとこと、まあ、外れたところをねまた同じように反対側をマーカーしといてもいいですね。ここから針を入れるんだなっていうので、でこうして、まあこのね、あの鎖編みで始まった一番最初のところなんですけど、ここはないように見ますね。目を数えないで、一段として数えないので、まあもうここに帰ります。ここに帰って、でここも同じようにこの糸の向こう側に通って、あと2回ぐらいしようかなと思いますね。同じところにこうして、ここは開け閉めするから何回かやっときますね。まあ3回ぐらい、これで3回目。これで、こうしたら、まあ、これでもう糸始末していこうかなと思いますね。まあ、こっちに糸をかけて、やってもいいし。で、この中にも、ある程度通して、まあ、表に一応出ないようにして、こう通して、またこの中に入ってから糸始末してもいいかなと思いますね。中に入って、まあ適当なところに、ちょっと針が太すぎましたね。まあ大体のところ。まあ糸始末して、こっちも同じように糸始末して、でこっちも同じように、まあ、ここはね、このこっちからこっちはあっちばかり一応ここでカットしますね。カットして、でまた針を通して、でここから針を通したいんですね。なのでこの向こう側から1個下がったところから始まって、でここはこの1つ下がったところ、ここを取ってやるとこっちと揃うんで、こうして、でここで3回ぐらいこっちやった、3回やったのであっちも3回やりますね。ここにかけたらこうあるので、同じところ、まあ、これが引っかからないようにこうやって押さえときますね。糸を押さえといて、同じところに針を刺してグッと、2回目、
で3回目したなって思ったら、次はここのもう一つ向こう側刺して、でこっちも一つ下がりますね。こういう風に同じようにやっていって糸始末も全部終えていきます。ボタンつけてきました。でこうやって通してみたらめっちゃ可愛いんですけど手のひらサイズで、まあコインを入れる感じですね。まあ500円玉も余裕で入ると思うし、まあコインケースって感じでは使えるかなと思います。あとなんかアクセサリー入れ、この指輪とかそういうのもいけるかなと思いますね。めっちゃ可愛いんですけど、こうなんかこのサイズを見られてもうちょっと大きくしたいわって方はもう2個セットとか、まあ、そういうのも、まあ、一応ねサイズを見られて目安にしていただけるといいかなと思いますね。こういうのもねたまにやるとめっちゃ面白いんで、まあ、私はしょっちゅうやるんですけど、7センチちょっとですね、 7.2 ミリぐらいです。で縦は、まあ、ちょっと浮いてるんですけどね、ガクンと。まあこう縦を測ると5センチぐらいですね。ボタンは測りましたね、2センチぐらい。めっちゃ可愛いのでぜひ。なんかねパステルカラーもありましたね。だからパステルカラーでやられてもまた面白いかなと思います。んなめちゃくちゃ面白かったので、まあ時間はかかりましたけど、まあ楽しさはもうめちゃくちゃあるのでぜひやってみてください。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。